噂は米移籍は基本的にメジャー契約、マイナー契約の場合はいろいろ考えないといけない。ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を表明した日本ハムの噂は直行投手29がメジャー契約を前提に移籍を目指す、基本的にメジャー契約を考えていると表明。マイナー契約の場合はいろいろ考えないといけないと移籍断念も含めて考慮していくことを明かした。秋季キャンプ中に新庄剛志監督51が自身の経験から噂はにアドバイスした。メジャー契約なら僕は彼の人生なので進めたいとは思いますけどと後押しする思いだが、マイナー契約とかいう話になったら進めたくないですね、やめた方がいい、残ってくれとかそういう問題じゃなくて本人のためにやめろってと話した。新庄監督はメジャー最低保証額の約2000万円で2001年からメッツに移籍した。マイナー契約の扱いはひどいものがある、行く意味がない、そこから結果を出して上がるのって結構大変なことなので、日本人の扱いも向こうに行ったら分かることがすごくあったと実情を踏まえての意見を伝えた。噂はも新庄監督から行くならメジャー契約でと話してもらいましたと明かす。とりあえずやることは終わったので今はどうなるかわからないですけど、しっかり来年に向けて準備することしかできない、代理人に話を進めてもらってあとは待つだけですと交渉の推移を見つめていく。トーンダウンしてるじゃねえか、今さらそんなん言うてもおせえぞ、もうマイナー契約しか来ないやろ。30球団もあるんだから1球団くらいはメジャー契約提示してくれる球団あるやろ。ジャックランドでも大した成績じゃないのに欲張りさんやな、今さらマイナー嫌とか言っても遅いわ、足元見られるで。日和ってんじゃねえよ、スプリット契約でも行くんだろう。マイナーでもアメリカに渡った都合を見習えよ、噂はがメジャーで通用するわけないやん。今年クソ雑魚やったロイヤルズかアスレチックスでどうや、一応メジャーでやらないと帰国時にソフトバンクに買い叩かれるしな。普通にマイナーしかない可能性あるやろ、なに多様なスペックの投手は通用してないし、野手で這い上がるのマジですごいよな。まあこれに関しちゃ新庄だから説得力はあるやろ。ご視聴ありがとうございました。